今回は千葉県浜野ゴルフクラブインコースの10番ホール。ホワイトティーからピンまで404ヤード、ミドルホール攻略を紹介します。ティーショット、広くフラットなフェアウェイ。フェアウェイバンカーは気にせず、思い切ったゴーダをお楽しみください。このフェアウェイにも微妙なアンジュレーションがあり、これを生かすことが第2打を有利なものとします。セカンドショット、第2打のポイントは330ヤード付近のフェアウェイのたるみ。緩やかな窪地ですが、グリーンが近く、迫って見えます。距離を確かめて、ショートしないようクラブの選択を慎重に。グリーン手前の花道は、広く寄せ腕のテクニックも十分に発揮できます。グリーン、常に2パットを頭に置きながらプレーをしていきましょう。インコースの10番ホールはパー4、ホワイトティーからピンまで404ヤード、ハンディキャップは4、長いミドルホール。難易度は18ホール中1位、平均スコアは 5.52、平均パット数は 1.93。 90キリの人は3オン2パットが無難、100キリの人は4オン2パットが無難です。インコースの10番ホールパー4、ホワイトティーからピンまで404ヤード。ティーショットの攻略ポイントは、広くフラットなフェアウェイ。フェアウェイバンカーは気にせず、思い切ったゴーダをお楽しみください。このフェアウェイにも微妙なアンジュレーションがあり、これを生かすことが第2打を有利なものとします。インコースの10番ホール、パー4、セカンドショットの攻略ポイントは、第2打のポイントは、330ヤード付近のフェアウェイのたるみ。緩やかな窪地ですが、グリーンが近く、迫って見えます。距離を確かめて、ショートしないようクラブの選択を慎重に。グリーン手前の花道は、広く寄せ腕のテクニックも十分に発揮できます。インコースの10番ホールパー4、グリーン、常に2パットを頭に置きながらプレーをしていきましょう。